チズガーデン。グッモーニー、朝や、朝やでー。みんな起きるんや。おはようさーん。朝だ。うわあ。誰かがセットしていたアラームとタマ先生のモーニングコールでみんながごそごそと起き出してくる。陽介おはよう。制服で寝とったんか、大変やな。おう、おはよう。うん、朝か。五郎ちゃん、壁にもたれて寝てたの？寝てる時でもキャラバッチリだ。昨夜はこの通り教室で適当に雑魚寝した。男女分け隔てなくってのがいかにもイベント乗りだ。まあこの人数だと逆に気にしてらんないか。こうやって寝たの初めてだからなんか変な気分だよね。絶対あれやん、モブの AB くらいちょっといい感じになっとるやん。モブ子さん、モブ子さんみたいなことになっとるやん絶対。ちょっと男子、顔見ないでよ、寝起きなんだし。ほら、え、お、ほら悪い、ほら、あ、男子 B だ、あ、A 子と B 子だ。女子の皆さん、シャワー室を借りる手配をしてきました。使わせていただくとしましょう。すげえ、雪村さん、さすが。それじゃあ私たちちょっと行ってくる。わーい、シャワーだー。ジャンプもするんか、すげえな。太ももエロ。あれ、女子だけ？そりゃそうだよ日の宮さん。ってわけで男子は覗きに来ないでよ。やはり朝はそういうもんなのか、女子はぞろぞろとシャワー室へ行ってしまった。なんとなく視線を交わし合う残された1の A 男子一同。シャワーすか、帰ってきたらみんな風呂上がりっすか。やめろ、学生には早すぎるだろそれは。そのうちそんな話がボソボソ交わされるようになる。お前たちはつくづく男子だな。そりゃまあそうだよな。分け隔てなく雑魚寝した後だから健康的な年頃の男子としてはその性別差を逆に意識させられてしまう。ましてや一晩を一緒に過ごしてクラスメイトそれぞれのキャラクターもつかめた後だ。シャワー、裸。雪村さんとか肌綺麗で細いんだろうな。スタイルなら紺のが抜群じゃね。日の宮みたいに小柄でムチムチってのも捨てがたいと、結局こんなモヤモヤした話になる。俺たちは本当に若い。ゴロ、お前は参加しないのか、なんてこと言うんよ、ひどいやつだ。聞いているのが俺は性に合っている。そういう有馬はどうなんだ。恥ずかしくて参加できんがやろ。俺はまあなんか照れくさいし、あまり意識しすぎると大変だしさ、同棲しとるしな。っていうか、そうだ、有馬。ん？え、何？お前、入学して速攻でなんか日の宮とめちゃくちゃ仲良くね。やべえ。そうそう、昨日もメイクしてもらってたり一緒に帰ってたりさ。お前ら、まさか、まさかこの野郎。ああ、違う違う、そうじゃないって。俺たち親戚で同じおばさんのところに居候してるだけだよ。あ、終わった終わった。ほう、そうだったのか。なるほどな。いや、それでも日の宮と同居してんのは一緒じゃんか。くそ、なんだよこの野郎。なんて嫌な方向に話し、ん？なんて嫌な方向に、盛り上がって、嫌な方向にも盛り上がっていたところ。おや、ただいま。気持ちよかった。早っ。
意外に早い今度の期間に飛び上がってしまう男子一同。ほらほら見て見て、僕ついでにもうアバター服に着替えちゃった。アバター服になると揺れるんだな。そこそこ、ついさっきあんな話をしたせいか、微妙に今野の姿は直視しづらい。罪悪感。ていうか今野、お前早いのな。僕は早寝早食い早起き早風呂女だよ。おい、すげえな。ちゃんとよく噛んで食べなさいよ。血糖値が上がって寝てしまうからな。おじさんも大変だよ。で、みんなはなんか盛り上がってたけど、なになに？やめろ。やめろ、思春期男子にそんなこと言うな。男子の間だけの秘密にしておいてやれ。ずるいずるい。小春ちゃん、何ピョコピョコしてるの？朝食でしたら、この後に。さっき男子の間で話題に上がっていた女子3人が勢ぞろいだった。確かにまあ、あやりも雪村さんも今野もそれぞれ別方向に可愛いよな。うん、少なくともクラスの中じゃ飛び抜けているのがこの3人なのは間違いない。よく考えるとその辺も本当にラッキーだよな。こんなこと、うん、そんなこんなありつつもいよいよ時間が近づいてくる。クラス一同支度を済ませると出発地点に集合する。不思議と緊張感はなかった。前日の夜をああ過ごしたからかもしれない。みんな、びっくりした。準備はええか？これ絶対ミスだって。背景と混ざって玉先生に足生えたんかと思った一瞬。ほら。ほらもうなんかそうなっとるやん。ねえちょっとびっくりしたねか一瞬。ドキッとした。先生先生直立しとるってなった。いよいよや、ここ数日の成果を見せる時やで。いや昨日今日やん、2日だけやん。ただ胸がドキドキと高揚していた。クラス一同視線を交わし合い、うなずき合う。ここまで来たらあとは思いっきりやるだけや。そして忘れたらあかん、この機会を楽しむんやで。ほなパレードに出かけようか。風代学園一へレッツゴーや。待てい、まあやめとこ。紺の下履いてないかっこ笑いは置いとこ。あ、左側に陽介がおる。メインストリートは大勢の見物客でにぎわっていた。俺たちはみんなで修理と改造をしたフロート車を中心に、浴びせかかる歓声に応えながら練り歩く。すげえ、こんなに人が来るなんて。これはもう期待に応えるしかないよね。こんにちは皆さん、こんにちは。浮き立つ俺の声に楽しげなあやりの声が同意する。本当にその通りだ。俺たち一栄はパレードの先陣なら、こんな歓声にはやれる限りで応えたいじゃないか。よし、それじゃ雪村さん。すでにバトンを振りまくっている今野が弾む小音で水を向けた。ええ、参りましょう。この時ばかりはにこやかに振る舞っていた雪村さんが、なんだ俺、あ、まあいいや。手を振りつつこくりとうなずいて。まずは今野か。はい、それでは皆さん始めましょう。おお！先陣を切って飛び出した今野は両手で軽やかに2本のバトンを回し始める。よっ、足だってあげちゃうぞ。とりゃだけでなく、自身もくるくる回りながら飛び上がり、体をひねり、スラッとした足も上げまくる。イエーイイエーイ。
先生浮いとるのが一番やべえと思うけど先生浮いとるのが一番やべえと思うけど大丈夫？昨日は飛ばなかった玉先生も今日は特別とばかりに今度の周りをヒュンヒュン飛び回るなもんで今度はますますノリノリだすげえ回ってるやん。ちょっと調子に乗りすぎじゃないかってくらいだ。スカートの中はアンスコ履いてるからいいのか。そんな今度の健康的な躍動感に見物客からはますます歓声が飛ぶ。その分だけ客の視線は今度が動き回る中心にいる2人の魔女に期待を込めて集まっていく。出番だな。おう。そこで飛び出すのは魔女以外の一同。真一はとっておきとばかりにそれぞれに芸を披露する、うん、すげえかっけえ。五郎は懐から取り出した飴玉を、腰の刀で見物客の方に弾きまくっていた。最初は驚いていた客も飛んできたのが飴玉だと分かるとみんな大喜びで拾い始める。ひげのお兄ちゃんありがとう。なんだよ五郎、お前子供受けいいな。なぜかそうらしい。だが俺は子供は苦手だ。むしろそれはお前の役だろう。頑張れ。そうだな。よし。俺は一番前に飛び出しておどけた風に歩きながら3つのボールをポンポンとジャグリングしていく。練習に励んだ甲斐あってボールはきれいに無限の軌道を描き、今のところ落とさずにできていた。その分だけ枠完成。ゾクゾクっとした感覚が背筋を走り、鳥肌が立つ。だからみんなこうやって陰キャになって、陰キャじゃない、陽キャになっていくんやな。この完成を知ってしまったらって話やろ。アバターってのはこうなんだ。こんな風に客に喜んでもらうんだ。と、そんなことを考えていたせいか、手元が狂ってボールを落としてしまう俺。おどけた仕草で頭をかいたりしつつ拾いに行く。失敗は失敗だけど、これは織り込み済み。のはクラウンやからな。完璧な道化ってのもバカらしい話。俺たちはいくら失敗したっていい。むしろそれこそが。クラウン失敗したぞ。魔女もそろそろなんか見せてくれ。沿道からそんな声が飛ぶ。いよいよだ。と視線を向けると、雪村さんはコクッと小さくうなずいた。そしてゆっくり手に持ったステッキを掲げる。クラウン、ボールを。あ、了解。お、ピンときて、俺は拾ったボールをすぐ思い切り空に向けて投げ上げた。結構です。ノーブラだ。めっちゃ揺れてる。ほら、すげえ揺れてる瞬間、雪村さんは入学式の時のようにステッキを弓に変えて、光る矢を打ち放つ。この後俺ジャグリングする球なくなっけど大丈夫かな すごい。射抜かれたボールがどういうわけか豹変になって舞い散っちまった。火を弾きながらキラキラ舞う豹変の美しさ。雪村さんの魔法の見事さに観客は大きな歓声を上げた。1の A がこんな感じのパフォーマンスをしたら1の B 以降はどうなるんかなかわいそすぎひん。そちらも。うん、陽介、もう一回。おう、どうした？同じことするつもりか。うちのクラスは白い弓の魔女だけじゃない。黒い魔女も手にしたほうきを高々と突き上げる。先ほどと同じく俺はボールを高く投げた。サイドの機体にお客さんの視線は一斉に集まる。うーん、
ズーカ。雪なら頬が頼む。爆発した。おお。雪村さんが光の矢で、表片を散らすなら、あやりは火球を放ち上空で爆発を引き起こす。火の粉が散っとる、危ない。その爆発のデカさに俺は素で驚いてしまったが、見物客はむしろ一層大盛り上がりだった。氷の魔女と炎の魔女だ、いいぞ、もっとやれ。やっぱり魔女はすごいんだ。この派手さにこの桁違いの客受けの良さ。こんなエースが2人もいるんだから、俺たちは本当にうまくやれれば。雪村さん、雪村さん、なんかすごい受けた。よし、この調子で。やりすぎるのは火だぞ。 あれどうしたの。いえ、あれやろ、あやりの魔女の能力に対してちょっと思うとこがあったんやろうな、別件で。まあ魔女の家だしな。いいでいいで、次行こか。弾なくなったけど大丈夫、じゃあ次は。わよ、撃ったらあかんで、あないに爆発死産するんはご勘弁や。大丈夫、当てないから。当てないから。その後も俺たちがためを作り、最後に2人の魔女が魔法を披露するのを繰り返す。俺たちが練り歩いた後には、見物客の笑顔と歓声が絶え間なく湧き起こり続けていた。おー、達成感やばそうやな。無事に新刊パレードを終え、後片付けも済ませた帰り道。興奮冷めやらぬ俺たちはトラムに揺れながら、飽きることなく昼の話題を交わし合っていた。陽介もうまく失敗してたよね。あれは普通に失敗しただけなんだけどな。でもうまいこと次に繋がってくれたよ。歓声浴びた時どんな気分だった？そうだな、うん、なんていうかすごかった。あの鳥肌の立つような感覚を思い出す。自分の一挙手んで、あ、一足一挙動で、見物客が大喜びしていたあの光景、あれがアバターってもんなんだな。今日の俺はアバターと呼ぶのもおこがましい即席のクラウンでしかなかった。が、それでもああいう経験をするとアバターってのはいいなぁと思ってしまう。楽しい学園生活を送ろうと思っていたレベルで、特に目的や目標はなかった俺だけど、もし本格的にやるなら俺はやっぱり、いや、でも逆に、ああ、そういうことやな。リリコルートやと、リリコルートやとやっぱね、なるし、それ以外だったら必然的にそういうルートにもなるわけか。あ、にしても魔女ってのはつくづくすごいなと。そう今日振り返るべき話題といえばやはりそれだ。家にはあと少しで着くけれども、思い起こせば触れるずにはいられない。雪村さんの氷の矢すごかったね。パーンってなってキラキラーって。あやりもだって火の玉飛ばして大爆発とかさ、どっちの魔法も本当どういう仕組みでやってるんだよっての、どういう仕組みでやってるんだだよっての、俺のボールに密かに仕込みでもしたのか。仕組みも何も魔法だもん。ガチ勢やからな。魔法ガチ勢やからな。ああ、悪い悪い。でもほんとすごかったよ。もう一回見たいぐらいだ。いいよ、特別。やめとけ。え？今日は特別だもん。陽介にすごいって言ってもらえたの、嬉しいし。
と、あやりは上機嫌に首から下げた懐中時計を手に取ろうとしていた。確か、あれからほうきを出したり、アバター服に着替えたりしたりするんだよな。あれ、ダメだろ。いや、いや、ここじゃまずいって。あやりを引っ張り、人目のない路地裏に場所を移した。そりゃそうやろ。あんなとこでやったら通りがかりの人みんな大騒ぎで大変なことになっちゃうだろ。あ、そっか。その辺は昼間、嫌ってほど体感してる。きっとあのままなら人が押し寄せてきたりしかねない。ある意味それくらい魔女の魔法はすごいってことなんだけど。でもまあここならいいだろう。よし、頼めるか。そして俺も結局素で見たいのだった。うん、じゃあ。アヤリはうなずき、首に下げていた懐中時計を取る。そして目を少し目を細めると、表せ。ほう、ここで魔法に対するちょっとロジカル的なあれが話、説明会というか。おお、そういうのが出るわけか。光に包まれたかと思えば、あっという間の早着替え。この段階ですでにすごい。特別だからちょっと本格的にやっちゃった。でもって火の玉だよね。なんか適当な的ないかな。そうだな。お、これなんかどうだ。落ちていた空き缶を拾い上げる。的にもなるし、町の美化にもなるし、一石二鳥ってところだろう。こんな狭いところで爆発させて大丈夫か。っていうか、的はこれでも大丈夫なのか。マジでその辺に落ちたやつだけど。あ、そこではそういうことか。魔法やもんな。全然大丈夫だよ。魔法だもん。任せなさーい。ドヤ顔で言ってくれるぜ。それじゃあ、投げるぞ。取れや。場所が場所だけに、昼のように高く投げるわけにはいかない。山なりに軽く放る感じで、俺が空き缶を投げると、てい！玉先生！掛け声を合図に、あやりのほうきの先端から火球が噴出。こちらも昼のものよりは小規模だったけど、やはり見事。見事的に命中して爆発させていた。はあ、すげえな。何度見てもびっくりするし、種もわかんねえ。種も仕掛けもないよ。ははわかったわかった。いやー、サンキューな。マジですげえ。どうした。そこで突然背後から歓声のような幼い声が響いた。バレた。俺たちが振り返ると、そこにはなんか新キャラ来たー。ロリだー。めっちゃなんか眩しいし。金色の髪をした外国人の小さな女の子。その青い目はもうキラキラと輝いていて。そして、縮こまったかと思うと、弾けるような笑顔で言った。素敵な、あら、特徴的な口調でらっしゃいますね。